はい、金沢から気合を入れて鶏の秘伝ダレ持ってきました。はい、星がいくつも散らばってより一層星積み重ねてもらえるようにね、気合入れて持ってきましたよ。関取お茶いっす召し上がってください。鳥は2本足で手つきませんからね。なんで鳥は美味しいです、うん、勉強のね、出ます、うん、うん、島の海、感想はいかがですか。いや、本当ありがとう。鶏肉がこれマッチして本当に美味しいです。はい、ご飯が出ます。お茶です。お茶です。お茶です。あ、親方も、じゃあよいしょ、よいしょ、マジですか。はい、そう、やばい、あれからおんぶ、ビジネスさんのご飯食べながら、いやいやいや、甘辛いタレで、これ、もともと冷やして食べるものですか。冷たい、冷やして食べる、夏場、今の時期に合わせた、あの冷えてますけど、全然パリパリしてますしね。で、噛めば噛むほどこのじわって出るこの鶏の脂っていうんですかね、最高ですよ。ぜひ金沢行ったら割烹たけしさんへよろしくお願いします。前回河合姉妹レスリングの あれも津幡でパレードしてすごかって、で今回もっとすごいんじゃないか。やばいですよ。昭和じゃないからと。お茶した。増進し。増進した。そこは似とるな。負けないです。
腰を落とすね。家計なんです。ありがとうございました。いやいやいや、お会いしまた初日。はい。お会いに来んで、また金田場所。はい。うん、美味しいもの用意してます。それがいい。なんかちっちゃいつばるでした。山椒の実ですね。山椒の実です。よく自分のあの語彙力で分かりました。ちりめん、山椒ちりめん。それのことが言いたかったです。はい、頑張ってよ。はい、そうです。また応援する。はい、よろしくお願いします。頑張って。よろしくお願いします。頑張って。弟頑張る。はい。子供、フイッチ。よし。旅。ありがとうございます。口意外と小さい。意外とちょぼく。意外とちょぼく。ごめん。美味しいです。美味しいですか。はい。お疲れ様でした。失礼します。はい。いただきます。あったかくて美味しいです。